劇団餃子ねえ、奥さんといつ別れるの？もうすぐだよ。俺を信じろって。もうすぐもうすぐってそればっかり。俺の本命はお前だけだ。嘘ばっかり。俺を信じろって。ちょっとあなた、え、彩香、どうしたここに？妻の第六感ってやつ、筋トレしに行くって言って浮気してんじゃん。いや浮気じゃないんだ。浮気じゃないって今キスしようとしてたじゃない。いや俺の本命はお前だけだって。本命って私が本命じゃなかったの？嘘ばっかり。モナカ、ともひろ、なんでここが分かったの？いや適当になんか公園行ったらいたから。そんなことより今日は女友達と食事に行くんじゃなかったの？あれ、ああ、妻がお世話になっています。夫の友博です。え、結婚してんの？え、俺には離婚したって言ったよ。離婚ですか？離婚、二人はどういった関係で？彼氏だけど。彼氏？仕事忙しそうで困ってほしかっただけなの。ごめんな、ももか。今日はさ、ビーフシチュー、ももかの大好きなビーフシチュー作るから一緒に帰ろう。許してくれるの？俺がさ、ももかの寂しい、ももかのことを寂しい思いをするちゃったんだよね。俺の方が悪いよ。ごめん。ともひろ。ごめん、ももか。一緒に帰ろう。ワイツだってやりだせる。イエーイ。じゃあそういうことだから、あとはこれっきりね。はい、わかりました。バイバイ、頑張ってね。え、さよなら。まあよくわかんないけど、あの夫婦はいつでもやり直せるんだよな。ごめん、わかりましょう。はい、たった今あの夫婦はいつでもやり直せるってかっこいい人が言ってて、私新しい人とやり直すことにしたから。はい、そいつ浮気相手だろ。私だって浮気すると無理。ハギはもっと無理。僕にちょうだい。あの笑顔も優しい声も、なんでどうしてさ、全部愛しくてたまらないのに、こんなに遠くて選ばれない、ずっと選ばれない。よ、女の人って信用できないっすね。君さん、はい、芸能界に興味ないか？芸能界さ、芸能界入ったら女の人にモテますかね？そりゃもうモテモテだよ。やります。これ読んだ。君さ、はい、女装アイドルやったらね、かなりいけると思うんだよな。女装？はい、アイドル、俳優じゃなくて。いや男としてはね、ちょっと無理だな。ちょっと考えさせてください。あ、じゃあその気になったら頼む。ねえ、俺の何がダメ？ねえ、誰か俺と結婚して、ねえ、誰か俺と結婚してください。俺を一人にしないで。あ、いやもう結婚しなくていいから、あの彼女になって、あの彼女募集中です。あの彼女になってください。ねえ、誰か俺の彼女になって。ねえ、見えていても形があっても、まるで存在はしてないみたいで、誰